アルミ、大丈夫？顔色が悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ？アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな！アルミは何も言ってねえだろ！こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？アルミンの様子はおかしい。両方だな。エレンたちが見当たらない。いや、私たちも見てない。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。俺はじゃあそっち側のほら行くんだね。少女が見た世界第1章第3話、まだまだだね。じゃあお、各地で巨人と交戦中ということで俺も行くのか。前衛は壊滅状態だ。あ、まずい、バッテリーがねえ。後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あ、今あれだ、3人なんだね。中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。大型の巨人討伐、はいはい、中東編を救援しろと倒したいうことで、こっちか。うわ、ちだね、これ渡れねえんだ。そりゃさすがだね、ライナー。これいけるかな。よし、いけるね。水の中落ちる。あぶねえ。ギリギリすぎた。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。オッケーオッケーオッケー。お、なんだ、フクリームの攻略、設営演壇が入手できる。その他にも強力な味方メンバーを加入させられる。拠点が設営されるのと様々な戦力が得られますので。あ、なるほどね。タイミングうし、何だろう、先輩方はほとんどやられちまったの。適切なタイミングでこれをしろと。あ、いってぇ。こいつ弾きやがった俺のこと。てかお前危ねえ。ちょっと待って、食おうとしてた今。ざまあ見ろ、抜け。もう一丁行くぜ。ほら、もう一丁。ありがたい、頼む。あ、兄たちに頼もう。よっしゃ、ナイス。じゃあもう一丁真ん中の方だな。兄、あっちだ。やるじゃないか。どう、こいつか。おお、レッド、ベルトルト。おい、シュエー、オッケー。余裕余裕。あー、ガンガン攻めようか。平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。顔に似合わず意外と若い声だな。行くわよ。まずうーで、うわすげえ飛び上がったこいつ。どうなったかな。で、膝。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。よし、ナイス、兄。さあさあさあ、まだね、兄とか俺らの仲間だからよ。援護に来ました。悪いね、助かる。だいぶあれだね、順調だね。ノーマルだけど、最初さ、俺カジュアルでやろうと思ったんだよ。カジュアルって要するにイージーモードなんだけど、全然ノーマルって大丈夫だね。やりごたえもあるし。次どこだ。ここら辺だと思うんだが。心配、ここら辺だと思うんだが、何もねえな。ここだよね。これ以上巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。お、来たね。マルコとともに大型の飛行士を飛ばすよ。あ、もう俺が先にやってんだ。会話が進む前にやっちゃってんだ俺が。そう、来たね。マルコの救難救援に成功と。余裕ね。よし、あいつやるか。オンに切るよ。よかったらこれを使ってくれ。お、いいよいいよ、使う使う使う。さあ、こんなちびっころは一発でいくぜ。ちびっころは一発で決める。オッケー。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。オッケー、任せろ。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。
よいしょ。あっちか。あれだな。いやー忙しいな。オッケー。なんだ。うわー来た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 。懐かしいこれ。この走り方懐かしいな。あーこれツイッターで真似してる人いたわ。超バズってたわ。なぜ俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。もう来た。さあ俺たちも加勢しようぜ。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。守るのか。ソイン、あの気候士から住民を守れ。オッケーオッケーオッケー。あ、SOS 出てんな。なるほどな。で待って、マップ見てくれみんな。もうあのマークがあれ気候種のマークだよね多分ね。住民の防衛を変なマークの。これ巨人の中には気候種と呼ばれる個体が存在する。気候種は特定の人間だけを狙い続けるなど予想しづらい行動を取るので戦闘の際に注意が必要。よし任せろ。要はあれだな、こう守らなきゃいけないやつばっか狙ったりとかそういう癖があんだな。よし島の一体。オッケーいいね。うわ足狙いたいな。いけるか。素材いただき。うわ勝ってこいつ。もう一丁。オッケー。まずいぞ。どこどこどこ。今こいつを狙いたいところだがいいよな。大丈夫だよな。よいしゃ。敵を取りこぼしたのか。まずいまずいまずい。早くここを片付け。マップがわけわかんねえ。エレンのところへ。よいしょ。行くわよ。さあ腕も素材とか取ってる場合じゃねえからもしかしたら。よいしょいただき。でさらにここの素材もいただき。うわブレード破損。やべガスもね。注意が怠っちまうないつも。いつもここ確認し忘れるわ。よしオッケー。準備万端。あいつにやってもらおう。よしナイス。そーれそーれおれオッケー。うわ勝てな。ちょっと火力が足りねえな。よいしょい。さあさあさあ SOS が出る前にいろんなやつを。やべ住人の方に寄ってるわ巨人が。おらオッケー決まった。やべやべ左の方に。うわ来てる来てる来てる。まずいまずいまずい。これまずいだろ。さあこれ素材とか取ってる場合じゃねえな。やべ捕まれる。おらオッケー危ねえ。よいしょ、ね、さあもう一丁いく。調子私も続こう。あやべまずいまずいまずい。よいしょ。でさらに後ろの方にもう一丁いんな。うわめっちゃ破壊してんじゃんあいつやろ。あ味方もいるなら安心だな。よいしょ。の方は何をもたもたしているの。早く進んでよ。やべ住人が切れてるわ。住民の避難するには時間がかかるか。おいしょくそ加速が。おいしょ。オッケーオッケーオッケー。いやいやいや殴られちまったな。いやだいぶブレードのあれが耐久値が低いね俺。ほらうわうわうわ変な動きしてんなこいつ。うわいやー難しい。おいしょちくしょ諦めてたまるか。ほらオッケーオッケーオッケー。さらにうなじいくか。うなじほら決まった。結構ちゃんと当てると軽く出るな。でも1200出る。よしこれで任務完了かな。これはね1と同じだったね。任務ここもあったで、その時俺はミカサを使ったんだよ確か。でも今回は自分を使うっていうね。必ず自分をプレイするために自分がそっちに行くんだ。住民の避難は完了かな。よし OK。 俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。俺らどうする。ミカサ公園部隊を離れ前線へ。俺はどうする。おい悪魔。お、追うのか。そこの神兵あいつを追ってくれ。任せろそのつもりだぜ。ちょっとあれだなブレード変えたいな。私にはあ、工場しとこう。この世界に帰る場所がある。エレンあなたがいれば私は何でもできる。ここで補充できるのかな。したいなできれば。ブレード変えてガスもついでに変えて。よし準備万端だ。でここで補給と。準備万端ね。オッケー行くぜ。
さあどんなイベントが始まるのか楽しみだぞ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら石川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせると学んだか。鳥肌が止まんねえっすわ。やっぱこのシーンいいよな。アルミン行こうぜ。へこたれてる場合じゃねえ。カサがあんな風に言ってくれたんだ。ちょっと涙目だわ今俺。涙目になってますわこの実況者。さあ行こうぜ。やっちゃっていいのかな。もう本部を壊滅する前に何とか突入しだな。そうだな、ガラキほらーわ、ガラキじゃねえ。もうクソ、待て待て、落ち着けと。よしよし、OK、戦闘中、あ、拠点の耐久値があんだな。オッケー、任せろ。ここ一回やっとこうか。先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。行くわよ。そうか、協力を頼むこともできんだ。今ジャンしかいねえもんな。よし、オッケーオッケーオッケー。音気持ちいい。今ここら辺にいなかったか、もう一人兵士が。そんな気がするんだが、あ、違うな、あれ別だ。これ俺は周りの奴を倒しいのか。本部の周りの巨人を減らさないといけません。ってことは俺ここ構ってる場合じゃねえな。どうしたんよ向こう。うわ、縁談来たよ、縁談。助けが必要だ。まずいな、サシャが呼んでんのか。待て、こいつやっとこう。よいしょ、オッケー。お、だいぶ慣れてきたんじゃないの。だいぶ順調だね。それもしてんだけども、待て待て待て、お、コニーの方もかよ。助けが必要だ。まずい、待て待て待て、落ち着け落ち着け。俺も必死なんだ今。ほら、あと 100m。 サシャ待ってろ、登れ。クンヒロ頑張れ、登れ。よし、オッケー、いける、オッケー。これでオッケーやろ。いいんじゃない。で次コニーの方か。うぅ、お、サシャが名古屋やったね。いやガスが持たねえか。力を貸してください。任せんさい。分かった、とりあえずこれを使って。さあコニーの方も助けよう。いやしかし待てよ、後ろの方にももう一体縁談が、あ、出てんな。使えば本部の周りの巨人を
倒せるかもしれません。おっしゃ、邪魔見なさい。オッケー、いいんじゃない。いや、ちょっとばかし勝てえな。もうおしまいだ。じゃあ発射、任せた。任されました。おっしゃ、お、ミカサの縁談来てる。まずいまずい、あれすぐに行こう。おら、こんなものね。ベルトルトが後ろにいんな。あれ、まさか仲間にできるか。俺たちは本部に突入するつもりだ。あ、お前も手伝って。なんか張り付いてるぞ、ロコ。なら、これはお前に渡す。兄もいる。なんで、なんで兄もいる。あ、連れていけるじゃん。頼むわね。ついていく。めちゃくちゃ強いんじゃねえ、これ。戦力大幅アップだよ。ありがとうよ。おい、やべ、来やがった。本部に群がってる連中を倒せる。まずいな、ガスとか交換しなきゃ。よし、このメンツならいけるはずだ。ただちょっと待ってよ、急な先にやっておきたいところ。カッチーカッツー、僕も戦うぞ。いけじゃん、兄やっとく。兄、兄強っ。やっぱ兄にね、命令出すとクソ強えわ。一発でやれる。さあ、その前にだ、ミカサのとこ行こうか。間に合うかな。てかあれだな、もうもしかしたら味方にする必要ねえかもしんねえ。それその前にクリアできるかもしんねえ、この戦力なら。でもなんかこうね、 A 型の血が騒いじまう、こういう時だけ。部屋はクソ汚ねえのによ、こういうゲームのシステムだけ細かく やりたくなっちまう。お、いるじゃん、もうここに。ここにいるということは仲間にできる。ここで死ぬのか。できないな、まだ。いや、あっちだな、縁談の方だ。よし、余裕ね。一丁上がりなんじゃないの。 OK、 楽勝だな。やります。お、ミカサチームメイトに加入だって。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。いいんじゃない。あれだな、俺遠距離から狙うやつあんま使わないね。やりたいんだけどな、もっと。これがあれば、よっしゃ、オッケー。本部の巨人を倒せるかも。さあ、本拠地の方にガンガン敵が集まってるから勝ってこうか。まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。いけ、うるせえ。何としても本部に突入。やべ、ブレードがもうねえわ。よしよしよし、いいね。あるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。さあ、貴公子があっちにもいる。マジいな、敵の数クソ多いわ。ちっこいやつだな、おい。ちびっころはくたばれい。オッケー、こんなものね。ちょっと補充しとこうか、一回な。そっちは無事ですか。何があるか分かんねえから。僕は心配ない、ありがとう。よし、オッケー。さあ、あと1体かな。あと1体っぽいな。こっちにいるやつで終わりか。ワンパンでいく。よっしゃー、オッケー。任務完了かな。なんで俺食らってんだよ。なんで俺食らってんだ。突入できるんじゃないか。お、来やがったな、大型の貴公子。さあ、狩るぞ狩るぞ狩るぞ。俺たちを狙ってやがる。どこだ。ここで討伐するぞ。こいつか。うわ、来やがった。うわー、でっけえやつだ。さあ、足から狙っていこうか。おらよっと。さあ、スタミナ減少からの、うわー、くそ、攻めえな。ちょっと頭の方、うなじ。おいっしょ、いいダメージ、かなりいいダメージ出てる。もう一丁いこう。ちょっとあれだな、横にいるやつ先にやろうか。横にいるやつ先にやりたいから。見えねえ、ここ。よっしゃ、オッケー。一回距離通りいいの。余裕ね。さあ、足もう一丁いくか。正面からいけるか。よし、いけるね。よいしょ、ちょっとあれだな、まずい。それと全部いけ。よっしゃ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 、指示出すの楽しいな、これ。うわ、あぶねあぶね。さあ、もう一丁足いく。とれい。なるほどなるほど、こういう手順か。みんな大丈夫か、ついてこれてるか。よっしゃ、スタミナが切れたので、ここでね、足をさらに狙っていくと壊れると。もうちょいだな。よしよし、ナイスナイス。いや、かなり血出てんなこいつ。お、でもう一丁緑になったから、ここでスタミナ削っていき、いいんじゃないいいんじゃない。うわ、うなじが見えねえ。ここいける。よし、いった。あとちょっとあとちょっといったか。よし、ナイスナイスナイス。めっちゃ汗かくわこれ。集中力クソいる。全員本部に突っ込め。早く行かないと手遅れに。
本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか。なんかすげえ不穏な空気だな。この世界は残酷だ。そうか。そしてとても美しい。もうガスも刃も切れてんだよな今。あっ、いい人生だった。ごめんなさいエレン、私は諦めない。やるよこれ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ、俺たちの家に。死んでしまったらもう、あなたを思い出すことさえできない。あでさ、アニメを今もう止まらずに全部一気見した時の記憶を思い出したわ。てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に。